こんばんは、ヒズキチャンネルへようこそ。ということで、今日は、ちょっと、前に挙げた投稿のことで話をします。ヒズキトーク42話の時にね、イスラム教最高っていう飯山あかりさんの、本を紹介した動画を上げてたんですけど、まあ、だいぶ前に挙げたんですけどね、なんかちょっとコメントがね、入っててね、まあそのコメントを見てね、ちょっとカチンときたんで、まあ実はね、昨日、怒りの動画を、長々と、あげようかなと思って撮ってね、編集までしてね、一応アップロードしてね、あとは、その時間が来るのを待つばかりやったんですけど、まあちょっとね、考え直して、まあそんな文句ばっかり言ってる動画を見てもね、皆さん面白くないでしょうしね。まあちょっと大人げないのでね、もうちょっとその動画取り下げて、まあ今代わりに、やってます。まあなんかね、まあコメントは皆さん見れると思うんで、42話のとこ見てもらったらいいんですけど、なんかね、飯山あかりさんがね、イスラム教ではないです。その本人はイスラム教ではないんですけどね、イスラム教徒とかね、イスラム学とかね、そういったところを、そういったところの、研究してる学者さんですね。まあ本とか書いてはるんですけどね。ですからね、イスラム教徒のね、学者、イスラム教徒のことについて研究してる学者っていう意味でね。まあ、そういうことを喋ってたみたいなんですけど、まあなぜかそこにね、引っかかってね、なんか、ね、とても偉そうな、コメントが入ったんで、カチンときたんでね、つい大人げない返信を返してしまったりとかしたんですけど、でね、まあ一つ返信したらね、またもう一つね、ちょっとカチンとくる返事が来たので、まあ、もう一回ちょっと、返信をしたんですけど、まあもうこういうコメント欄でね、不毛な、言い合いするのはもう嫌なので、もうこれ以上書きませんけどね。まあよくありますよね、SNS でね。なんか誰かの発言に対してね、なんか上からでね、上からの物言いで、なんかどうやこうやとか言ってね、ケチをつけてくる人。まあそういう人はそういう人でね、まあ世の中にいっぱいいるんで、まあ仕方ないとは思うんですけど、まあ俺もこうやって YouTube 上げてるのはね、まあ俺が上げてるので、まあ批判なりなんなり、まあ別にしてもらうのは結構なんですけども。まあだからといってね、おとなしくはいはいって聞くような気もさらさらないので、まあちょっと、まあムカつくコメントにはムカつくしね、まあ、反撃もするという、まあそういうのはね、まあ当然ですよね、お互い様なんでね。まあだからまあいいでしょう。まあ少々文句言うのはね。まあ、なんでしょうね。そのイスラム教のね、イスラム学のイスラム教最高っていうね、本を読んでたんですけど、まあ多分、俺の話が、引っかかったんではなくて、まあこのイスラム教最高の方を、検索してたか、見てたか、まあ何かそっち側で、きっと見つけたんだと思うんですけどね。はい。まあ、この飯山あかりさんはね、まあ日本におけるイスラム学、イスラム教徒を研究してる学者が、とんでも論を言って、全然事実と違うっていう内容の本をつらつら、書いてあったんでね。まあ、それとても筋が通っててね、よく分かってね、まあ、なるほどって思ったんですけど、まあ、だから動画に上げてね、まあ、紹介をしたんですけれども、まあ、多分それが気に入らなかったんでしょうね。ということは、まあ、多分、まあ、そのイスラム学、まあ、もしかしたらイスラム教の人かもしれないですけどね。和典中尾って書いてるんで、まあ日本人だとは思うんですけど、まあイスラム教を信じてるから、まあイスラム教のことを批判してる、まあ飯山あかりが嫌いっていう、まあそんな立場の人なんじゃないかなと思うんですけどね。まあだからこっちにも絡んできたんかなと思うんですけど、まあいいでしょう。はい。まあいろんな人いますからね。まあ、ちょっと大人げないね、動画を撮ってしまったんで、まあ、それを、まあ、打ち消すために、こうやって今、まあ、落ち着いてね、喋ってるわけなんですけども。まあ、世の中いろんな人がいるなと思ってね、今回思いました。
まあ左翼系の人とかね、こういうパターンの場合が多いですよね。まあこの動画でね、まあこんな絡まれ方するとは思ってなかったんですけどね。それよりももっとウイグルとかね、ウイグルにもっと中国のね、ゴモ島って言ってね、中国の人アルバイトでこんな SNS にね、書き込み、コメントを入れたりするみたいです。まあ一つコメントを入れてね、まあちょっとはっきりわからないんですけど、中国の貨幣単位で一番小さいのがもうらしいです。だから5も1つ書き込みしたら、まあ日本で言ったら円ですかね、5円もらえるみたいな。まあちょっと通貨の単位は違いますけど、まあだからなんかそんなね、ちょっとしたお金がもらえるみたいなんで、そうやって気に入らない動画とかね、そういうツイッターとかにね、バーッと攻撃をかけるのをね、中国のゴモ島という、そういう、人たちがいるんですけど、まあ、ウイグルがね、ゴモ島にやられるんやったらね、とても、まあ、なんていうんですかね、そんな奴らに攻撃されるっていうことは、まあ、正しいことを言っているっていう証拠なんで、まあ、それは非常に喜ばしいことだなと思ってたんですけどね。まあ、ちょっと、そんなね、ゴモ島からの攻撃が来るかなとか思ってね、ちょっと楽しみにしてたんですけど、まるっきり来なかったんで、やっぱり日月チャンネルの影響力は もう一つなかったなーっていうのがね、まあ、ちょっと残念だったんですけどね。だから本当にね、ウイグルとかね、まあ、中国共産党にはかなり、批判してますから、まあ、そっち系のね、コメントがバーって入ったらね、まあ、それで、まあ、正しいことを言ってるな、俺のやってることは間違いじゃないな、とか思ってね、確認できたんですけど、まあ、まさかこの イスラム教最高の飯山あかりさんのところで、まあ、絡まれるとは、まあ、思ってなかったんでね、まあ、不思議な感じですけども、まあ、いろいろ絡まれてもね、まあ、俺は全然考えを変える気もないし、まあ、言うことを止めることもないと思うんで、まあ、自分で言ってることが間違ってるなと思ったら、まあ、訂正してね、すいませんでしたっていうのはね、言おうと思うんですけど、まあ、全然間違ってると思ってないことに関してはね、まあ、これっぽっちもね、変える気も全くないので、まあ、もしね、和則中尾さんですか、まあ、この動画を見てたらね、まあ、諦めてください。まあ、こんなしょうもない攻撃には負けませんので。はい。まあ、本気でやり合いたいんやったらね、まあ、動画にね、どうぞ出てくれたら、まあ、日月チャンネルどうぞ出てくれたらいいので、まあ、議論を交わそうと思うんですけど、まあ、大体この手の人はね、直接話するとかやったらね、まあ、絶対出てこなくてね、逃げ回るっていうのが、まあ、パターンですから。まあね、まあ、所詮そんなもんでしょう。ね。ということで、残念でした ということでね。まあ、これを見てたらね、時短だ本で悔しがってください まあね。まあ、いろいろ、まあ、ちょっと文句ばっかり言ったんでね、この動画も 評判悪い動画になるかもしれませんが。まあ、ちょっと怒りがあったのでね、怒りをぶちまけた動画を作ったんですけど、まあ、それはちょっと一旦取り下げて、まあ、穏やかなこの動画に差し替えときますので、ね、まあ、ぜひ、ね、見ていただきたいなと思います。まあ、まあ、最後ですけどね、イスラム教最高、ちょっと今本、上に持って上がってしまったんで、手元にないですけど、イスラム教最高っていうね、飯山あかりさんのね、本、ぜひ読んでください。非常に面白いのでね、ぜひ読んでください。それでは今日はこの辺で、バイバイ。